えー、羽生君との選手の、えー、速報来ましたよ。読んでいきたいと思います。はいえー、まずは、マリリンさんありがとうございます。えー、続けて、卓球で金メダリストの水谷隼人さん、えー、伊藤さん、えー、そして海外遠征や海外チームに在籍したりで、翔馬君も学校での友達いないって。うん、だから、ザ・アイスのスケーターたちのフィギュア、 フィナーレの皆の満面の笑顔を見ました。えー、結局、スケートを通して姉さんが言うように僕たちは仲間なんだ。うん、だんだん分かってきましたね。宇野くんの言葉の意味が。えー、皆さんだって同じ部活した仲間などお友達としてずっとお付き合いしていませんか高橋大輔さんがスケートを辞めていたとき、あの名古屋に来たら小塚隆彦さんの家に泊まったりするって。 言ってました、ああ、懐かしい話ですね。うん。ね、あのー、そういう話ありましたよね。うん。だからまあ、そういった意味では、フィギュアスケート狭いっていうのはありますけど、逆にだからこそ団結が仲間意識というか、うん、強いのかもしれませんね。うん。ありがとうございます。え、そして、いちごプリンさんからですね、羽生選手のお話いただきましたよ。ユズープー に続きプーサングッズの新しいシリーズがディズニー公式より発売されますということみたいですよ。その,まんその名もユミー,フニーです、ね・ユミーフニーって言うみたいですね。うん、ハニーかな、うん、あ、ハニーだ、すみません。ユ,いやユミー・ハニーですね、うん。シリーズということみたいです。譲る羽生ファンとしては 非常に、まま、紛らわしくついつい購入してしまいそうです。うん。ゆずプーとい,い、ユミーハニーとい,い、ちょっとこのどちらもよくわかんないんですけど、なんかそういうのがあるみたいですよね。うん。公式は羽生ファンに勝手と言っているようにしか思いません。うん。狙ってるかもしれませんね。うん。そういえば羽生さんと同じプーさんのティッシュケースを使用している川辺真菜選手から、 羽生さんのののプロ転向に向にけてのコメントの発表がりましたおお、気になりますね。うん。あの、河辺愛ナちゃんね、羽生選手のこと好きなんですよね。で、一番の憧れは羽生さんで、トリプルアクセルなどのジャンプもすべて羽生さんをお手本にしているとのこと。おお、すごいですね。今年彼女、トリプルアクセル、さ、え、ら、ー、なる安定感がやってくるかどうかね。うん。ファンタジーオンマイスの共演は嬉しかったでしょうね。 川辺選手これからも頑張ってほしいです。うん、今年はどうなるのかな？うん、ショートがちょっといまいちあのー、まだ全員をつかめてないんですけど。あ、ショートもフリーもなんですけどね。うん、あのー、4回転とかもチャレンジしてきそうな気がするんですけどね。うん、羽生くんの4回転サルコーとか？ トーループとかをね、見てですね、また新しい技とかも習得していくんじゃないかなと思うんですよね。で、ぶっちゃけるんですけど、河辺選手、今度、アート・オン・ワイスで滑ってほしいですね。うん。だから、羽生くんのオリジン、うん。あれ、絶対、ー辺さん似合うと思うんですよ、僕。うん。なんとなく、あの、ーアート・オン・ワイス、えー、っと、なだっけ、オリジンでね、河辺選手滑っている姿、想像できるんで、うん。お願いします。はい。 そして、えー、っと、うどくんのね、速報も来たんですよ。うん。エミリーさんありがとうございます。えー、くんさん、宇野ワンワン来ましたよ、ということでね、4分前にコメントいただきましたね。え、しょうまくん、アイスショーの後、そのまま仕事でまだ帰ってなかった。ああ、先ほど美輪さんおっしゃってましたけど、そういうことでしたね、やっぱり。いつきくんがサポートに来てくれてお仕事でした。すごいですね、本当かなりあの、働きまくってますね。うん。 働きすぎじゃあ、エマちゃんが待ちくたびれる。いつきくんもかっこいいな。うん。ほんとですよ。ワンちゃんもいつきくんもね。あ、でもいつきくんもずっと帯同されてるっていうことですよね。うん。そうそう。うのワンワンで、あの、し馬くんがよく着ていた緑のパジャマ。ファンの方のプレゼントでしたよ。ということみたいですよ。すごい。ファンの方が、嬉しいですね。これは。 普段着ている服もプレゼントがほとんどって言っていたんで、うのわんわんにしょうまくんが登場するのは着てますよと見せてくれるのもあるかなと思います。あこれもし自分があのね、あの、あげた、プレゼントしたものが着てたら嬉しいですね。あの、カブくんテレビの視聴者の皆様、うのくんにプレゼントしたものがね、あの、うのくんが着用したらぜひコメントをいただけたら嬉しいですね。うん。そういう嬉しい方向をね、僕は待ってますのでね。 はい、というわけで、うのわんわん来たということなんで、早速僕も見ていきたいなと思います。はい、はい、ということなんで、僕はですね、これから3度寝、ね、していきたいと思います。ありがとうございます。